今までですね、義、語、職、その他三国志について語り合ってきたんですけれども、うん、最初の義の話をやった後に、うん、先生がラジオを聞いてて、うん、僕に先生が言ったことがあるんですけど覚えてますか？なんかあの三国志の時代の誰かの部下だった人たちの霊が一緒に先生と聞いていたと、うん、あれは誰だったか分かりました？いや、あのね、すごい人数いっぱいいるんだよ、ね、あ、結構そうで、我々が要するにあの三国志について話してるっていうことで、うん、野獣馬みたいに集まってきたっていう感じなんですかね。そうだから、例えばさ、サッカーとか野球とか見るためのバーみたいなあんじゃん、ある、ありますね。あんな感じでわさーっと集まってきてて、あ、で私たちの話をこう聞いてるわけよ。あ、うん、で結構三国志のファンなんかが、うん、三国志についてよく話したりするじゃないですか、うん、そういう時って結構野獣馬みたいに寄ってきたりとかあるんですかね？あると思う。だってそういう感じの人の感じもあったもん。割と新しめの人たちっていうか、新しめの人たちって、うん、だから、ええ、まあ私たちのお父さんお母さんおじいちゃんとかさ、その辺の時代っていう新しいような感じの人とか、うんうん、あ、それで三国志が好きだった人とかだと思う多分。あとはなんかさ、うん、そういうのの、ええ、なんだろう、そういうのから作ったお話とかも多分あると思うの、ええ、それで本当ね、中国の方の歴史を元にしてなんかこう、うん、独特のね、なんか踊りとか、うん、楽器演奏とかを交えたなんかこう出し物みたいなのがある。そういうのを楽しんで生活に。先生、覇王ベッキーっていうか知ってます？知らねえ。あれ、知りません。関羽の、うん、演舞の話なんですよ。まあ、ああいう感じでいろいろと、ああいう感じ、中国の伝統芸能であるんだ。あるんですよ、やっぱり、うん、そういうのを楽しんできたファンの人たちとかも、こうちょこちょ こう入れ替わる感じで来てるから。ああ、そうですか、うん、今日もあの観客は何人ぐらい？わかんない、今のとこは、私らのゆかりのある方々、我々のゆかりのある方だけだっていうことですね、うん、だけど話してるうちにだんだんいつも なんだって感じで来るから。そうですか。なんか多分、そういうお話が好きで、どっかの誰かがしていたら感じないだけでいるんじゃないかな、やっぱり。ああ、なるほどね、うん、壁に耳ありって言いますからね、うん、ちょっと意味違いますけれどもそうだね、でもやっぱり一番興味深いのは、うん、当時のリアルタイムの人が来てたっていうのが僕興味深いんですけど。そうだね、確かそれ言った時はね、もう大将の顔を見たことがないような下の人たちとかから、すぐ下の人たちなんじゃないかと思うような格好っていうか、なんかね、その大将の顔も見たことないんじゃないかしらって思うような人たちはかなりなんか布切れまとって、なんか紐みたいので腰にこう服をなんていうの固定してるような感じの格好してて、で絶対にこの人は偉そうだっていう人はちゃんとなんかこう、まあちょっとぐらいやられても怪我しなさそうな丈夫な格好をしてんのね。甲冑つけて。甲冑ってほどの格好じゃないんだけど。ないんですか。なんかね、こう網みたいになっててね、なんか丈夫な何かを編んだんじゃないかな。それを着てて、はいはいはい、防具っていうのかな、みたいなやつですかね、に近いのかな、うん、はっきりは見えないからわかんないんだけど、防具みたいのをちゃんと身につけてんの、うん、そういう人たちも着てて。そういう人たちっていうのはこの2000年間生まれ変わってなかったんですかね。生まれ変わらない人もいるんじゃないの、わかんないけどさ、こっちの時間の感覚と多分違うんだよ。生まれ変わらないで三国志の矢島は未だにやってるって。いや、もしかしたらさ、そういう何か誰かを守ってたりとか、普段さ、なるほど、守るっつっても後ろにぴったりついてるわけでもないみたいだから。なるほど、なるほど、そういう感じの人なんですか、なのかもしんないし、まあ、成仏できなくてフラフラしてるのかもしんないし。なるほどね。だから誰の部下とかはもう混ざっちゃってるから分かんない、なるほど、まあ、結構興味深いお話で、うん、ちなみに今日のオーディエンスは、オーディエンスって何、今日の観客は、うん、誰々かいらっしゃいました、うん、映画関係の人、三国志関係の方は、三国志関係の、三国志関係の映画の監督が観客、三国志が大好きだったとか、三国志にちなんだ映画を作りたかったとか、あ、そういう映画監督の方が今日我々の放送を聞きに来ているという。監督じゃないかもしれないね、わかんない。どなたですかね。亡くなられた方ですよね。亡くなってるね。じゃ、間違いなくジョン・ウーではないようですなんか感想とかおっしゃってますか。
いや、おとど見てるだけ。あ、見てるという、うん、笑ったりしてるわけですね。あ、あれじゃない、ほら怖い話してると幽霊が寄ってくるのさ。 あれの要するに三国志版です ね。三国志の話を聞いてると三国志好きな人がやってくるという。そうそうそう、この間あの映画館行ったら映画の好きな霊がいっぱいいたと同じことですよね。映画が好きでいるのか、その題材に興味があったのかは分かんないけどね。